では3つ目のキーワードです。はい、11月6日お地蔵作家デビュー、はい、はい、ということで、はい、ちょっとさっきのほらこれとか ね、はい、これとか、まあ、これなんですよ、はいはい、お地蔵さんの絵です。あとこれが、まあ、有名か代表的な、これが石に描いてるんですね。はい、はい、そうですね、はい、うん、こういうこう石に、うん、はい、私見たのはお座布団に座ってた、はい、これがですよ、はい、ちっちゃいお座布団に座って、はい、元気ショップで売られてるのを見ましたけど、はい、はい、そうですね、はい、500円地蔵って言って、うん、500の5円の円と書いて500円地蔵って、で値段も500円っていうのもあるんですけれども、それとかけたんですが、はい、これは500の円、たくさんの5円に恵まれますようにっていう、うん、まあ、意味のものなんですよね。うん、うん、本当にこう忙しくいろんなお仕事もされて、はい、まあ言ったらさっきもご紹介しましたが、同時進行でのお仕事っていうのがいくつかありまして、うんうんうん、二足のわらじだったり、はい、そういう時期っていうのもありまして、はい、その時に一度体調を崩されてね、はいはい、入院するっていうことがあったんですって、うん、はい、まあ、ブライダルの会社を立ち上げたものの、はい、全くうまくねこう行かずに、大変だったんですね、まあ、そのまあ、パーティーをねこうやってはいたんですけれども、うん、はい、なかなかそんな大きな収入につながるわけではないので、うん、結局こう負債がどん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 こう膨らんでいってしまいましてね、で、まあ、本当に、まあ、どん底を私にしてみればね、うん、その時は、はい、今振り返ると一番大変だった時期で、うん、振り返ると大変、うん、辛かったんですけれども、はい、まあでそんな感じでなかなかこう空回りしている中で、やっぱ体もやっぱりね、うん、まあ、ストレスから、まあ、壊してしまいまして、はい、まあ、婦人科の方をね、うん、ちょっと不調がこう現れてしまったんですよ。で本当にがんじゃないかって本当に真剣に悩みました、うん、そういう時って調べれば調べるほど全部当てはまってね、うん、そうなんです、これ絶対そうだって、そうなんです、そうなんです、もうそう、ね、そうとしか思えなくなっちゃうんですよ、うん、思い込んじゃうんですよね、はい、でまあこう検査にね行くんですけれども、まあ、陰性なわけなんですよね、うんうんうん、でまあいろいろ調べるんですけれども、はい、まあ、がんではないということは判明しました、うん、よかった、うん、ですがその時に卵巣嚢腫って、まあ、卵巣にこんな、はい、まあ、腫瘍ができるんですけれども、うん、まあ、それがですね、まあ、その時ではなくその前に、まあ、2年ぐらい前でしょうかね、うん、あるちょっと病気で入院をした時に発見されましてね、うん、でずっと経過観察をしてたんですけれども、はい、うん、まあ、その検査をきっかけに、はい、まあ、また見ていただいたところ、まあ、大きくなってると、大きくなる、これもそろそろ取った方がいいねって、もう拳台ぐらいになってたんですよね、はい、うん、でそれでまあまあ、捻転を起こすといけないからっていうので、はい、まあ、取りましょうかみたいなことになりましてね、うん、はい、忙しい時だけどこう入院する、うん、手術するっていうことになったわけですね。そうなんですね、まあ、忙しいというかもう空回りしてただけだったんですけどもね、うん、実質全然仕事なかったです、うん、ただもうドタバタね、もう何かしなきゃ何かしなきゃみたいな感じで気持ちばっかりこう焦ってたっていう状態の中だったんで、はい、どっか自分でなんかもう休みたいなっていうふうにこう思ってたんでしょうね。でそこに、まあ、お医者様からそのようにねこう手術を勧められた時に緊急性はなかったのでね、うん、伸ばそうと思えば伸ばせたんですけれども、うん、そこでなんかね、あ、救われたって思ったんですよね、うん、あ、休みをもらえるんだっていうふうに思いましてね、はい、で、まあ、入院をすぐに決めました、はい、うん、で入院をする時に、まあ、それまでなんかもう気持ちに全然余裕がないですから、こう好きなことができない状態だったんですよね、うん、でまあ、いろいろ本を読んでみたいとか DVD を見たいとかいろいろ、ね、欲求はあってもなかなかそれができなかったと。で入院する時に、あ、せっかく時間があるんだからじゃあ、ね、本を読んだりとか有意義な時間を過ごしたいなっていうふうに思ったんですよ、うんうんうん、はい、だからその入院病室をね自分の部屋のように使いたいと思って、こういろんな、まあ、洗面道具とか持ってきますよね。その他に、はい、いろんなディスプレイをするような小物を持ってったりとか、はい、しましてね、で幸い個室じゃなかったんですけども一人だったんですよ、あ、うんうん、はい、2人部屋だったんですけれども、うん、他に入院患者さんがいなかったんで、うん、私一人で、はい、まあ、ほぼ個室のように使えたっていうのもあって、で棚のところにね、うん、こうちょっと可愛らしくこういろいろ、まあ、お花を飾ってみたりとか、うん、気分が塞がないように、ね、そうなんですね、ちょっと楽しい雰囲気、うん、そう楽しい雰囲気をね、はい、作ろうと思ってね、で
こう点滴をするなんか棒みたいに上からありますよね、であのお見舞いでいろいろ果物とかいただくじゃないですか、はい、でバナナをいただいたんですけどもあのバナナってこう吊るしておくとねなかなか痛みにくいって聞いたんでその点滴の棒のところにこうやって引っ掛けてバナナ引っ掛けて見たことないそんな感じ本当ですか何やってんですか海だからなんかあの皆さんね心配そうにね大丈夫ってこうねあの見舞いに来てくださるんですけれども、私の顔より先にそっちのバナナに目が行くらしくってちょっと何それみたいな感じでもうどうしてもネタ体質ですいません本当にそうなんですねいやこれバナナ点滴とか言ってめっちゃ栄養つくんだよねとか言って遊んでたんですけどね、はい、まあそんなこともありましたが、あのごめんなさいね話を戻しますと、いろいろ自分の好きなことをしようと思いまして、で私絵を描くのがすごく好きで、子供の頃から絵が好きだったそうですね。そうなんです、小さい時はもう漫画家になりたくって、もう絵ばっかりこうひたすら描いてた子だったんですよね。でも、まあ、途中からね、まあ、高校生ぐらいから漫画家じゃ食えないと、いうことはだんだん分かってくるので、でまあ一旦そういう道はちょっとね、こうやめてというか、まあ、バスガイドになりましたけれどもね、でもやっぱり絵を描くのが好きなんですよ。それで入院したらお世話になった人に絵手紙を送ろうと思いました、はい、でその時にお地蔵様を描きたいって思ったんですね、お地蔵様を描きたいって思ったそうなんですよ、それであのお地蔵様あの絵手紙のセットですね、はい、を、まあ、持ち込みまして、はい、で手術の後から、まあ、お地蔵様をこうひたすら、まあ、描くようになったんですね。もうスラスラと入院中からずっとお地蔵様を描いたそうです。そうなんです、それがなんかこうイメージがこうどん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 こう降りてくる感覚だったので、なんかこう描かされているような感覚に近いという、感じだったんですよね、で楽しくて楽しくてしょうがないし、楽しかったんだ。そうなんです。でこう描いてるとねなんかこう元気になってくるんですよね、自分がね、体力的には手術の後なんで、しんどいはずなんですけど、しんどいはずなんですけれども、こっちの方ですね、メンタルの方がすごくやっぱり癒されて元気になっていくっていう感覚っていうのが、確かになんかちょっとねなんかほのぼのとした癒しのイラストですよね、そうなんですよ、それってすごくお地蔵様ってこう描くことで癒されるんだなっていうふうに思いまして、でそれで入院中にお地蔵作家にデビューしたんです、はい、この11月6日というのもまたちょっと、あの曰くつきというか、そうなんです、もともとある方に予言されてた日らしいんです、ね、そうですね、はい、あの入院をする前にある、まあ、個性心理学をね、教えていらっしゃる、まあ、方がいるんですけども、いらっしゃって、でその方にですね、まあ、バイオリズムっていうですか、こういうね、を、まあ、見ていただいたと。そうしましたら11月6日に活動、はい、活動を始めるよが、始まるよと、活動期に入るよみたいなことを言われて、でも全然ピンとこなかったんですよね最初は、なんで入院するのに、確かにその11月6日っていうのは入院のちょうどこうど真ん中ぐらいなんですよ、いやおかしいなってね、私病院抜け出して何かするのかなとか何をするんだろう私はなんて思ってたんですけれども、まあ、お地蔵様をこう書きつつ、そのことがふっと頭にこうよぎって、ちょっと待ってよ11月6日って言ってたよなみたいな、活動ってもしかしてこのことかもしれないって思ったんですよね。手術終わって早々に書き始めて、もうノリノリで書いていた最中に11月6日を迎えたので、そうなんです、なるほどと、そうなんです、あ、そうかって、まあ、活動っていうとなんとなくこう外に出ていくっていうね、あのイメージしかなかったんですけれども、なるほどなと、こういう、まあ、いろんな精神的な、ね、面での活動という部分も含めて、あ、そうか、だからあのこの日なんだっていうふうに思って、じゃあ11月6日に、まあ、当時は、まあ、ミクシーをね、毎日更新して入院日記を書いてましたから、今日から私お地蔵作家になりますって言ったのが11月6日だったんですよ、宣言しまして、はい、なのでルミルミはモノマネとルミルミパーティーのまあ企画、プランナーと、それからお地蔵作家と3つの顔を持つようになったわけですね、そうですね、はい、そうなんですよ、で、まあ、最初はこうはがきにね、書いてましたけれども、まあ
退院した後にやっぱりまあお地蔵様のご縁ってあるんでしょうね、はい、あの札幌で同じくお地蔵様の作家をね、まあ、あのやされていらっしゃいます柿沼人生さんという方がいらっしゃったんですけど、まあ、その方とね、まあ、出会って、うん、まあ、一緒にこうお地蔵様のイベントなんかもやってた、ことも以前あったんですけれども、で、まあ、その時に、まあ、一緒に書いてみるのはどうだいっていうようなことをね、あ、うん、まあ、その方から勧められて、うん、で、あ、それも面白いななんていうふうに思ったんで、はい、こう墨でお地蔵様のこういう、はいはい、絵を描くようにえなったんです、で、まあ、これを、まあ、先ほど言いましたそのお座布団に乗せたね500円地蔵という、まあ、アイテムで、まあ、販売させていただいたり、はい、あとはもう、まあ、この裸のね状態のものは、うん、結構いろんな方にこう、はい、出会った方にもうすっごいいっぱい描いたらしいんです、はい、今まで何個ぐらい描きました多分ね1万以上は描いて1万以上描いてるんじゃないかな1日で最高描いたの何個ぐらい描きましたあのですね、3日で1000個っていうのがあるんです。なんか1日300個ぐらい書いた修行みたいな感じですね。なんかうそうね、写経のようにもう朝から晩まで家をほとんど一歩も出ず、へもうほとんどその時はね食事もあまり取ってなかったような気がしますね、もう突き動かされるようにもそうです、ね、ひたすら書いたって感じですかね。そうなんですよ、なぜかねその時はね、うん、書きたい衝動に駆られましてね、うんうん、あ、思い出しました、丸山登山をしたんですよね、あの88箇所のお地蔵さん、そうなんですよ、はい、うん、で、その時にも88箇所、毎年登るんですけれども、うん、お地蔵さんに全部置いてくるんです、88箇所、うんうんうん、でそれで初めて登った時だったかな、はい、うん、その後にあすごくお地蔵様をいっぱい書きたいって思ったんで、うん、突然その時もねミクシーはしばらく経ちますなんて言って、皆さんどうしたんだみたいな感じだったんですよね、ルミネはどうしたんだみたいな感じだったんですけども、まあ、4日目ぐらいに復帰しました短かったねみたいな感じだったんですけども、いや実は3日間こもってお地蔵様を描いておりましたみたいな感じで、で、まあ、その1000個のお地蔵様は、うん、まあ、私がね1000人の方に配るというわけにはまいりませんので、まあ、イベントをされてる方とかにね、うんうん、50個とかね60個とかってこうお渡しして、でそこでこう参加された方に配っていただくっていう形で、こう人づてにお地蔵様がこう渡ってったりしてるわけなんですが、はい、結構そういう方にお会いする機会っていうのがあります、うん、はい、はい、初めましてって言って、ね、お名刺交換をして、私お地蔵も書いてますみたいなこと言ったら、えみたいな、私ルミルミさんのお地蔵さん持ってますみたいな、ことも引き寄せられて、はい、あったりとか、結構そういう、うん、私が行くべきところにもお地蔵様が先に行って待ってるなんていうことも あ、うん、あったりもしましたし、ね、本当にこのお地蔵さんのお話になりますと不思議体験もいっぱいあるんですけれども、はいはいはい、そういうお話も、うん、ぜひまたルミルミに会いに行ってですね、はい、聞いていただきたいなと思います、はいはい、そしてこ の、 お地蔵さんに関しては元気ショップに行くと一番手に入りやすいですかね。そうですね、はい、今常に置かせてもらってますけれども、うん、元気ショップさんは福祉施設の方でね、はい、作られた作品があるので、うん、本来は私が置ける場所ではないんですが、その座布団の部分を希望の家さんという福祉施設があるんですけれども、はい、そちらの方で作っていただいて、コラボ商品ということで特別に置かせていただいてるっていう感じなんですね、はいはい、なので、その座布団の作成費は希望の家さんで、一部は震災の寄付ということで、はい、当てさせていただいて、うん、おりますので、はい、お近くお取りの際はぜひお立ち寄りいただければと思います。はい、縁起のいいふくふくとした、ね、はい、このにっこり笑顔のお地蔵さんのね、はい、ふくふく、ふくふくとルミルミでふくふくとルミルミで、はい、ぜひこちらもチェックしていただきたいと思います、はい、そして11月30日のね、はい、ものまねツアーの方もぜひご参加いただければと思います、はいはい、まだ間に合います。はい、今日のゲストは北海道一の女ものまね芸人ルミルミさんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ちゃんリンシャン。